こんにちは、アソプラザホテルの野口です。当アソプラザホテル現時点ではですね、一部営業ということで、復旧作業員の方のご宿泊を中心にお受けしております。ですが地元の宴会などを受け始めまして、地元の宴会は今のところ受けております。そして今後に向けて7月1日には正式に通常通りの営業を行う予定でございますので、その時にはどうぞ全国の皆様からこちらアソプラザホテルの温泉の方にお入りいただきまして、ごゆっくりお時間をお取りいただきたいかと存じます。その時にはお待ちしております。こんにちは、アソホテルの山本でございます。今回の大震災に対しましては、私どもアソホテルに対しアソホテルはまず何もなく通常の営業を行っております。お客様の主なお客様に対しては災害復旧の皆様においでいただいておりまして、それに徐々に観光のお客様も増えてきております。お客様からの反響といたしましては、温泉がすごくいいですし、そしてお料理もいいし、おもてなしも良かったということで、大変喜んでお帰りいただいているところでございます。今後はやはり一般の皆様の観光客の皆様が増えてくれることを期待しておりますし、早く57号線、放射線が開通することを祈っているところでございます。私ども通常営業をやっておりますので、ぜひ皆様方おいでいただければと思っております。どうもありがとうございます。阿蘇の司ビラパークホテル&スパリゾートです。ホテル被災当日から全国の方々よりたくさんのご支援をいただき、本当にありがとうございます。心より感謝申し上げます。当ホテルは幸いにも大きな被害はなかったものの、通常営業ができなくなり、たくさんのお客様をお待たせしてしまいました。現在7月19日から通常営業に向け、パートナー一同復帰を目指し、これからもより一層お客様に喜んでいただけるよう頑張っていきます。今後とも阿蘇の司ビラパークホテル&スパリゾートをよろしくお願いいたします。阿蘇は元気です。